魅力っち何やと思いますか。魅力っち、あるな、いっぱいあるな。する甘さですから。甘いですよね、すごく甘い。本当に本当に美味しいですよね。そんな甘い食べたことないですか。あ、ありますよ。あんのかい。あるない、リアクションが全部走ってたあるないみたいな分かってました。いや、こっちから線引いて、線引いてました今。佐野ちゃんはそんなさつまいも好きじゃない。大好きですけど、私いつもスーパーでお芋買って、お水を炊飯器に入れて炊くんですよ。めっちゃあればっか食べてるから。お水を入れる描写好きだよね、あなた。それはただ抜かしたいお芋でしょ。そうでしょ。カンタ君ってことです。あんのよ、さつまいもが。なんか石焼き芋で売ってんの。空港にあるやつですよね。空港にありそうだから。ありそうだから、わからない。否定ができないんだよね。でも本当ね、スイートポテトみたいな。そう、品種改良でできた。本当に美味しい。はい、食べます。食べてください。ちょっと食べてください。ちょっと切れてんの。はい、食べます。ヤンキーの切れ方よ。今のゆとりのバイトの後輩みたいな。はい、やります。顔枯れます。佐藤さんは何なの。だから置いたってから、置いたって言ったらなんかもう片野坂監督みたいな。
おお、ガチやっぱ。ガチ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 。だから食べ物もうじゃあカンタ君にします。わかんない。いや俺ねさすがにだから聞きたかったの。言わせてくれるのは嫌だよ。僕もだから取りに行ったの友達あのサポーターのファン。はいはい。サポーターの方の友達がいて、はい、この相手の監督に勝ったことないって。そうですね。キャロティーナ監督。それだから一点も入れたことないって聞いたんだけど、本当なのこれ？リーグ戦では確かそうで、ルヴァンカップでセレッソ大阪の時とか戦って、あの入れたことは。リーグでは入れたことない。リーグ戦はないです。じゃあそういう戦術的にはもう筒抜けというか、もう分かってる。そうですね、お互い多分相性的なものがきっとあるんですけど。しかもトリニータの選手が結構行ってるんですよね、清水に。そうですね。だからもう今日はもう負けられない。もう負けられない。応援するしかない。ちなみに俺たちと対応します。いいですか。声は出さないようにしているということですね、はい、ただマスクの中で声出すの大丈夫ちょっとポロッとする分には気持ちがポロッと気持ちがポロッと出てしまう分にはいいらしいマスクしてます勝手に気持ちが上回ってポロッと出てしまう分にはアヒミカリって分かんねえよウィスパーボイスで有名なアヒミカリフランスじゃあ行きたいと思いますよ行くぞおちゃん行くぞあ、まずオーダー言いましょうえ行くぞの方はいらない行くぞの方はいらない早く、早く行きますよじゃあ俺たちは絶対絶対初動初動そうです、皆さん全員で行きたいと思います本当にじゃあちょっとでも脇を上げたりするとちょっと良い水だって方を言いましょう皆さん、もうちょい行きましょう早く行きましょう早く時間ないんですよ時間はまだ大丈夫です、まだゆっくりやりますダメなんだよ、ケツがあるって言われたのさっきあるとケツがあるからその時間ね、ほら時間結構巻き目ですあるのスタッフさんがみんなこう巻き目だぞ巻き目だぞ、大体こうでしょスタッフさんがやってるの踊ってる、踊ってるじゃあ行きましょう、絶対はい、カタおーいつだけです、よろしくお願いします